はい、始まりました。リーオーの YouTube キッチン、よろしくお願いします。で、今日はバーガーシリーズ第2弾といたしましてですね、みんな大好きアボカド使っていこうかなと思います。前回はイン&アウトバーガー完全再現みたいな感じでね、本当にシンプルなダブルチーズバーガーやっていきましたけれども、今回はまあビーフパティはそのままにアボカドを挟んだタイプのバージョンをねやっていこうかなと思います。アボカドは結構ね何でも合わせても美味しいかなと思います。定番ではね、まあ女子みんな好きでしょう、アボカドシュリンプとかね、エビ合わせたりアボカドをサーモン合わせたり、そういった魚介系でもね、いけると思います。今日はビーフ合わせていきますけれども、こういうベジタリアンメニューとしてもうそういったものを一切抜きにしてね、アボカドと野菜だけ、そんなんでいってもね美味しいかなとは思います。十分いけるかなと思います。アボカドを入れることによってね、味わいがグッと深まるし、ソースの香りというかね、コクも出てくるということで、ワンランク上のねバーガーになるのかなと思います。では食材、今日はこちらでございます。まず当然ね、アボカドバーガーですんで、アボカド、これ大体ですね、スーパーでは売れる前の状態でね置いてると思います。まあ遠くからね、メキシコとかからね来るんで、家で追熟させてね使っていく感じ。最近ではいついつ食べ頃みたいなシールが貼ってるね、アボカド売ってますけれどもね、ここにねシールでいついつ食べ頃って、それね便利ですよね。ちょうどそのぐらいにね食べれる、じゃないとこうあのにぎにぎしてね、硬さとかこう見るとそっから悪くなっていったりもするんでね、こういうのものすごい親切やなって思いますけれども、そんなのがあればね一番いいですね。はい、どうも。書いてなかったら、まあ見た目で言うと色、これ黒くなっていくんで、最初はこうやってちょっと赤っぽいんですけどね、だんだん黒くなっていくんで、そうなったら食べ頃です。で、バンズ、前回イン&アウトバーガーのねダブルチーズバーガーやった時と同じバンズですんで、それぜひ参考にしてみてください。それのスーパーキングの最強力粉で作ったバンズでございます。また説明欄に動画貼っとくんで、それぜひね見ていただいてですね、参考にしていただけたらなと思います。それから今日は牛肉 100% のパティでいこうかなと思うんで、牛肉に、それからトマトのスライス、前回よりも少し厚めにいってます。今回は厚めにお野菜を生かそうと思うんでね。それからチーズ、チェダーチーズ、この黄色いねタイプのチーズ、バーガーといえばもうこのチーズかなと思います。でレタス入れていきます。それからサウザンアイランドドレッシングソース、これもね前回作った時と全く同じですんで、前回の動画見ていただけたらなと思います。では切っていくのはアボカドだけですね。アボカド切っていきましょう。ではアボカドいきましょう。真ん中側にちょっと見ていただいて、一周ぐるっと回しましょう。はい、じゃあこれ切っていきます。よいしょ。はい、こっち使っていきますけど、まあこれ種の取り方だけやっていきましょうかね。これでこれでね、わー取れるんで、何て言いましょうかね、はい、ではこれをスライス、スライスしていきましょう。はい、こんな感じでね、でこういう風にね、ちょっとずらすのでね、このまま持っていくんで、これで置いておきましょう。じゃあ作っていきましょう。はい、牛肉にお塩 1% のお塩です。で胡椒でこねていきましょう。あんまりこねすぎるとですね、肉感がね少し薄るろいでいくんで、そんなにこねなくていいです。混ざるぐらい、混ざるぐらいで十分です。はい、一つの塊 50g でいってます。だいたい丸く持ってね、これ空気をね、抜いていきます。でこれペタペタやってる間にこう手の中では回転させてるんですよね。で薄くね、これぐらいに伸ばしていきましょう。ちょっと待って、
焼いていきます。隣でバンズも焼いていきましょう。フライパンを開けるとややこしいんでね、もう同じフライパンでいきましょう。十分でございます。はい、返していきます。やはりね、和牛なんで油がすごく出てくるんで、余分な油は吸っちゃいましょう。キッチンペーパーでね、パンの方にね、バンズの方に油吸いすぎるとパンがべちょーっとね、油でぐちゅぐちゅになっていくんで、そんなに油はね、いらない。で、バンズはもう軽く焼いたらもう OK でございます。では、パティ薄いんでもうね、すぐ火入っていきます。チーズは常温に戻しておくと、あとはもう溶けていくだけなんで、これでね、余熱で、ぐわーっと溶けていきます。じゃあ盛り付けていきましょう。早いです。バンズ置きます。ソース、はい、トマトで、レタスいきましょう。レタスね。で、パティ、今回もダブルで、アボカドドカーンと、はい、あとはバンズで蓋、はい、これでアボカドバーガー完成でございます。ではアボカドバーガー食べていきましょう。これね、グッとこう挟んで、ぐわーっと挟んで、うわ、これ高さ半端ないな。いくで、これいっちゃってください。いただきます。まだね、ダブルチーズバーガーと違ってアボカドの滑らかさとコクがね、加わるんで、はぁ、うまいです。さらに贅沢なね、バーガーになってるのかなとも思います。もうアボカドサラダと一緒に牛肉とパンをね、食べてるっていう、一つの食事として完成されてます。パーフェクトなお食事かなと思います。めちゃくちゃ美味しい。もうこのサウザンアイランドドレッシングのね、ピクルスと玉ねぎ、これがもうめちゃくちゃ効いてるんで、ほんと美味しい。うん、うまい。香りがいい。で、このパティを作る時に僕はもう本当に牛肉だけで、お塩だけ入れて、それであんまりこねずに焼いていきます。まあ人によってはね、卵入れたりパン粉入れたり、普通にハンバーグみたいなのを作って焼いていく人もいます。それだとね、もうハンバーグになってしまうんで、ふにゃふにゃの柔らかいね、それでハンバーグだけで食べるんやったらそれでいいと思うんですよ。こうやってハンバーガーにするんだったら、僕牛肉 100% でこういう風にやった方が肉肉しくなるんで、僕はこっちの方が好きですっていう感じでございます。これも簡単にできるんで、ぜひね、ダブルチーズバーガーとセットでですね、アボカドバーガーも作っていただいて、楽しんでみてはいかがかなと思います。じゃあ今回はこんなところで終わっていこうかなと思います。次回のバーガーこれずにいきます。日本人の大好きなあれ、また次回の動画でお会いしましょう。